はい、どうも。それでは本日もファイプロ実況の方を始めてまいります。本日はディック統合対赤コーナーはマグニチュード岸和田という、インディーレスラー対決ですかね。インディーでの大物というんですかね。はい、では試合開始です。ディック統合はいいですね。渋いというか、DDT の前に大阪プロレスを、地元なので何回か見に行ってて、そこでディック統合を多分最初に見た時に一目惚れをしましたね。あんまり道のくプロレスの頃とか、WWF その時は海外でやってた時っていうのはあんまり興味なかったんですけども、大阪で地元でなんかこう試合を見たときに、ああすごいレスラーがいるんだなと思って生で見てね、今でもこう鮮明に覚えてるのはリングの外ですよね。完全にマットが引いてあるところ に立ってて、でデルフィンだったと思うんですけど、エプロンのところに寝かされてるか寝てるんですよね。で、スススって走っていったディック統合がひょいっと飛んで、そのエプロンに寝てるデルフィンに対してドロップキックをするんですけど、それがデルフィンがだらっとこう寝てる状態でこうエプロンより低い位置にドロップキックをするんだったらいいんですけど、完全にエプロンの位置まで飛んでいったんですね。でエプロンの上に乗るんですよね。乗りながらのドロップキックをディック統合が見せた時に、自分とこの人ね、実は僕と同い年なんですね。ディック統合さんって僕よりも数ヶ月お兄さんになるのかな。だから今多分47歳、もうすぐ8歳、いやもう8歳になったんちゃうかなと思います。ですごい身長も僕よりかちょっと大きいぐらいだと思いますけど、体型も変わらないので、わすごいなっていう風にして追っかけるようになって、で DDT で出てるのを見てよくこう応援しに行ってたんですね。ところがね、ディック統合確かにもうその技も何もかもセンスもすごいと思います。もう尊敬もします。ただ引退1回したのをそこからまた復帰してきたんですね。で引退した時に自分もこうなんていうんですかね、うわーディック統合引退して寂しいなっていう思いがあって、今でも多分DDT で行われた引退試合のデータは多分僕まだ持ってると思うんですよね。試合は確か、ゲドウとやったはず、ゲドウでしたよね、やったはずだと思う。でそれはちょっとこうすごいレスラーとしてもすごいし、同い年としてもやっぱすごいなと思うんですけど、ちょっとその引退をして帰ってきたのが、こう復帰したのがなんかしれっと帰ってきたのがなんかこううーんってちょっとこう思ったりもしますけど、まあまあそれでもやっぱりすごいレスラーなんですけどね。で対する、マスクをかぶっているのがマグニチュード岸和田なんですよね。このマグニチュード岸和田というのは名前の通り大阪を拠点に活躍しているレスラーですが、特に団体を持っているとかではなくスポット参戦が多いんですね。ただこの間インディーのお仕事を見てたら、ヤンキー二丁拳銃の宮本優子にシングルで多分勝ってたんですよね。キシンド、あのガンノスケがプロデュースする大会だったと思うんですけども、やっぱり強いんですね。ただ僕も何回か大阪で見たことありますけども、マグニチュード岸和田は足元がなんかちょっと弱いというか、おぼつかないというかっていう何かがこう試合見てて、その時だけコンディションが悪かったのかも知らないですけども、なんかそんなイメージがちょっとあるんですね。もともとは FMW に所属したかで、全くこういうスタイルじゃない形で多分やってたはずなんですけどね。まあ見ての通りパワーファイターでありながら意外と飛び技がすごい。さあ試合時間が言ってる間に、おーっと、もうちょっとディック統合が追い詰められてますね。そうなんです。これね、ディック統合は
レスリングがすごい上手いんですけども、それを表現するのって難しいんですよね。対するマグニチュード岸和田は一発技構成、こういうラリアットとかでどんどん、繋がらないレスリングで相手にダメージを一発一発与えていくので、こう強い感じが、まあ、下手ではないんですけど、ね、そのジャーマンとかノーザンライトスープレックスとか、その辺の技がこうブレッジが綺麗にできるのに、大型なのに綺麗にできるって言うんですよね、にできるっていうのがこうマグニチュード岸和田のいいところなんですけども、さあちょっとディック統合攻めあぐねているか。試合時間は10分まもなく30秒。ディック統合はテクニシャンっていうのを再現するために、ある程度ダメージが、相手のダメージが上がっても、バックをスッと取るという、おっと、さあカウントが入るが、あーっと入ってしまいました。ディック統合全くいいところがなく終わってしまいました。ちょっとこれはもう一回調整が必要かもしれません。マグニチュード岸和田、一発攻勢でそのままエビ反りダイビングボディープレスで11分2秒勝利となりました。また今後、ディック統合のいいところを出せる対戦相手、もしくはディック統合の調整をして、再び、紹介したいと思いますので、またよろしくお願いします。ではまた。